はい、本日は三位一体の労働市場改革の指針の取りまとめを行いました。キャリアは会社から与えられるものから一人一人が自らのキャリアを選択する時代となってきました。個人が雇用形態、年齢、性別、障害の有無を問わず生涯を通じて自らの働き方を選択できるような社会を作ってまいります。三位一体の労働市場改革では構造的な賃上げを通じ同じ職種であるにもかかわらず日本企業と外国企業の間に存在する賃金格差を国ごとの経済事情の差を勘案しつつ縮小することを目指します。改革の第一の柱はリスキリングによる能力向上支援です。個人への直接支援を拡充し教育訓練給付については高い賃金職業を高い賃金就業可能性の向上が期待される分野について補助率や補助上限の拡充を検討します。また在職者によるリスキリングを強化するため雇用調整助成金については例えば30日を超える雇用調整となる場合教育訓練を求めることを原則といたします。第2の柱は職務給ジョブ型人事の導入です。人材の配置評価方法、リスキリングの方法、賃金制度などについて、中小小規模企業の事例も含めて、年内に事例集を作成し、個々の企業の実態に応じた導入の参考となるようにいたします。第3の柱は、労働移動の円滑化です。休職、求人に関して官民が有する基礎的情報を集約共有してキャリアコンサルタントが情報に基づき個人のキャリアアップや転職の相談に応じられる体制を整備いたします。また失業給付制度について自己都合離職の給付要件を緩和し、例えば1年以内にリスキリングに取り組んでいた場合などについて会社都合離職と同じ扱いとします。これらの三位一体の改革を進める際格差の是正も大切です。最低賃金の引き上げを図るとともに中小小規模企業の賃上げ実現のため労務費の転嫁の在り方についての指針を年内にまとめるなど価格転嫁対策を強化いたします。最後に公務員についても育成や評価に関する仕組みをアップデートすることとしその在り方について検討を進めます。本日取りまとめたこの指針について新しい資本主義の実行計画の改定や骨太方針に反映することといたします。後藤大臣をはじめ関係閣僚の協力をお願いいたします。以上です。ありがとうございました。